CFD は株式や株価指数、コモディティ、債券、ETF など世界中の多様な資産を取引することができる便利な金融商品です。大きな特徴はレバレッジをかけることにより現物取引よりも高い資金効率で取引ができるという点です。また買い売りのどちらからでも取引をスタートすることができるため、上昇相場でも下落相場でも利益獲得を狙うことができます。この動画ではそんな CFD 取引の仕組みやメリットとデメリット、現物取引との違い、 CFD 取引が有効なケースなどについて紹介してまいります。 CFD とは売り買いの価格差により発生した損益のみをやり取りする取引です。これを差金決済取引と言います。 CFD 取引では実際の資産を保有する必要がなく、担保として証拠金という実際の取引金額の一定割合を口座に預けて取引を行います。この仕組みを証拠金取引と言います。 CFD 取引はすでに多くの方が取引されている FX 取引と仕組みは一緒です。 CFD 取引では証拠金を元手にその数倍から何十倍の取引を行うことができます。これはテコの原理を示すレバレッジ効果と呼ばれ、相場が予測通りに動けば少ない資金で大きな利益を狙うことが可能です。一方、相場が予測と反対に動いた場合はレバレッジ効果により損失が拡大し、証拠金額を上回る可能性もあります。値動きによって損益が発生する仕組みは現物取引も CFD も同じです。ただし CFD の場合、現物取引のように資産を保有することはありません。買いポジションを保有した場合、価格が上がれば利益になり、逆に下がれば損失になります。また売りポジションを保有している場合は価格が上がれば損失となります。例えば CFD で取引できる日経平均株価 CFD は日経平均株価と連動し同じ値動きになります。ニューヨーク原油 CFD であればニューヨーク原油の価格に連動しています。このように先物取引やオプション、スワップなどデリバティブ取引の対象となる資産を原資産と言います。 CFD 取引はこの原資産の価格と連動し、その価格変動分のみを取引する金融商品です。次に CFD のメリットを説明してまいります。 CFD の大きなメリットとして多様な資産クラスを取引できることが挙げられます。 IG 証券の CFD 取引では米国株、日本株はもちろん、欧州株やアジア株を含む外国株式や世界の株価指数、金や原油などの商品から ETF まで幅広い資産クラスの取引が可能です。これら複数の資産クラスを同じ取引システムで取引できるため、分散投資やリスクヘッジにも活用できます。例えば保有する現物株と同じ株式 CFD 銘柄を売ることでリスクヘッジを行います。またダウ平均株価を買って金を売るなど、逆相関関係を利用して利益獲得機会を増やすといった取引も行うことができます。つまり CFD はその時々の相場状況に応じて柔軟に取引の戦略を広げることのできる便利な金融商品とも言えます。次に少額から取引できる点が挙げられます。 CFD は実際の資産を保有する必要がありません。担保として証拠金という実際の取引金額の一定割合を口座に預けて取引を行うため、大きな資金は必要ありません。この仕組みを利用して手持ち資金の数倍、数十倍のポジションを保有することができます。これをレバレッジと言います。例えば現物取引で100万円の資金が必要な株式を、株式 CFD では20万円の証拠金で取引ができます。この時のレバレッジは5倍となります。このように資産クラスによってレバレッジの大きさは変わってきますが、
少ない証拠金で大きな取引ができるのは CFD 取引の大きな魅力の一つです。 CFD では買い注文からだけではなく、売り注文でも新規ポジションを保有することができます。そのため相場が上昇しても下落しても利益獲得のチャンスがあります。例えばある企業の業績見込みが悪く、決算発表後に株価が下落すると予測した場合、この企業の株式 CFD の新規売りポジションを保有することで株価が下落した際に利益を得ることができます。新規の売り取引は株式 CFD に限らず、株価指数 CFD、商品 CFD でも同様に行うことができます。ただし売り注文が極端に増加して流動性が低下した場合は、売り注文が制限される場合があるため注意が必要です。 IG 証券の CFD では株価指数と商品銘柄の多くがほぼ24時間取引を行うことができます。取引時間が長いということは、それだけ利益獲得のチャンスが増えるということにもなります。各銘柄の取引時間は IG 証券のウェブサイトでご覧いただけます。次に CFD 取引が現物取引や先物取引とどう違うのか、株式取引を例として説明いたします。まず日本株を例に、現物取引と株式 CFD の違いを比較します。主な違いは取引に必要な金額、株主優待、そして取引できる銘柄の数です。日本株の現物取引であれば、単元という最低取引株数があり、基本的に100株単位でしか取引を行うことができません。しかし株式 CFD であれば、1株などの小さな単位から購入することもできます。また株式取引で信用取引を活用している人は多いのではないでしょうか。日本株の信用取引では口座資金の最大約 3.3 倍の取引を行うことができます。一方株式 CFD では最大レバレッジ5倍で同じ銘柄の取引を行うことができます。日本株を1株から取引することができ、さらに個別銘柄を現物株式よりも少額で取引することができるため、資金効率は株式 CFD の方が高いと言えます。ただし、レバレッジ効果により市場が予測と反対に動くと損失も拡大するため、リスク管理と資金管理には十分に注意する必要があります。また、IG 証券の株式 CFD の取引には、スプレッドの代わりに取引手数料がチャージされます。銘柄によっては1株の証拠金額を上回る場合があるのでご注意ください。日本株で1000社以上が採用している株主優待は株式 CFD ではもらうことはできません。ただし配当金相当額は付与されます。主に先物として取引されている株価指数や金や原油などの銘柄を CFD でも取引することができます。商品先物と商品先物 CFD 取引の違いの一つに取引時間があります。例えば東京証券取引所の日経平均先物は、日中が8時45分から15時15分、夜間が16時30分から翌日6時となっています。一方で IG 証券の株価指数 CFD では、日経平均、 S&P500、ダウ平均、FTSE、DAX など主要銘柄が24時間取引可能です。それでは CFD での取引が有効なケースを米国株取引の一例を使ってご紹介します。一般的に現物株の米国株を購入しようとすると、証券口座に預け入れた日本円を米ドルに両替する必要があります。そのため両替手数料やその手続きに多くの時間を要するなどの手間がかかってしまいます。一方で IG 証券の株式 CFD であれば、米国株の取引に両替は不要です。日本円の
通常の CFD 取引の口座に証拠金さえあれば、両替をしなくても即座に取引を行うことが可能です。一般的な国内の証券会社では、米国株の信用取引や空売りを行うことができません。しかし、IG 証券の株式 CFD を使えば、新規の売り注文から取引をスタートでき、下落相場でも利益獲得を狙えます。また、IG 証券では6600以上に及ぶ米国株が CFD で取引できます。さらに、約70の主要米国企業の株式は、市場時間外にも取引を行えます。下落相場でも売り取引からスタートできるため、利益獲得のチャンスが広がります。人気の金や原油は ETF でも比較的少額で取引ができます。しかし、取引時間は基本的に東京証券取引所が空いている時間帯となります。そのため、午後24時間取引できる商品 CFD の方が、はるかに長い間取引をすることができます。このように IG 証券の CFD であれば、多様な資産クラスが取引でき、また下落相場でも売り取引からスタートできるため、利益獲得チャンスが広がります。ちなみに IG 証券の CFD 取引では、人気の日経平均に連動した ETF をはじめ、米国の各種株価指数に連動する ETF や商品の指数に連動する ETF など、世界中の多様な ETF の取引も可能です。最後に CFD 取引の損失リスクを限定するための仕組みに関してお伝えします。CFD 取引は株式や FX などと同様に元本保証の商品ではありません。また、証拠金取引のため、市場が予測と反対方向に動いた場合には、レバレッジ効果により損失が大きく膨らむ可能性があります。CFD 取引にはそのような損失リスクを限定するために様々なツールや仕組みが提供されています。ストップ注文は逆差し値注文とも言われます。ストップ注文は今より高い価格になれば買う、より安い値段になれば売るという注文方法です。相場が予測と違った値動きになった際、損失の拡大を防止する必要があるため、CFD 取引では一般的な注文方法で重要な損失リスクマネジメント方法の一つです。CFD では少ない資金で大きな取引ができます。そのため、損失が膨らんでしまうと、CFD 口座にある資金、いわゆる証拠金が取引を続けるために、必要な最低証拠金額を下回ってしまう場合があります。マージンコールは、口座の証拠金額がポジションを保有し続けるために必要な最低証拠金額を下回っていることを顧客に通知し、一定の資産額を保つために資金を追加するか、要求される維持証拠金を減額するためにポジションを決済することを要求する仕組みを言います。いずれかの対応を行わない場合、その顧客のポジションは強制決済され、損失が確定されます。マージンコールを受けた後に、さらなる損失の拡大を未然に防ぐため、発注中の約定していない注文のキャンセルと、保有ポジションを強制的に決済する制度のことを言います。IG 証券では、証拠金有効残高の維持証拠金額に対する割合や、銘柄によって3種類の強制ロスカットを行っています。詳しくは IG 証券のウェブサイトをご覧ください。CFD について理解できましたでしょうか。IG 証券の CFD 取引は、グローバル市場における多様な資産クラスの取引を圧倒的な銘柄数で提供し、多くの銘柄が24時間取引が可能です。また、CFD 取引は、買取引からだけではなく、売取引からもスタートすることもできるため、相場が上昇しても下落しても利益獲得のチャンスがあります。CFD でマーケットテーマに即した旬な銘柄や資産クラスを見つけ出し、投資やトレーディングの幅を広げ、収益機会の拡大を目指してみてはいかがでしょうか。